YouTube クリエイターの佐々木でございます。はい、まずはじめに先週ね、マンハッタンポーテージのねバッグの紹介をさせていただいたんですけれども、それのちょっと追加情報ね、この素敵なバッグ、ストラップ部分はねこういう、すごいしっかりしたねストラップなんですけど、これのちょっと付属品を買いました。はい、何を買ったかというと、はい、こちらです。はい、じゃん。はい、肩パッドみたいなやつですね。まあ、ちょっとこういう厚みがあって、こうストラップの部分にこれを挟んで、まあ、そうするとこう肩にねこの部分がクッションが当たって、まあ、肩の負担が軽くなるというものです。はい、ここにね、マンハッタンポーテージのマークがついています。じゃあちょっとつけてみましょう。これで開いて、でこのストラップに、まあ、挟むだけですね。はい、これで完成です。まあ担ぐとねこんな感じ。まあ肩に弾力性のあるクッション材が入ってますんで、こう荷物を担いだ時にこの肩のね負担が軽減されると、まあ、プラス、まあ、このねマンハッタンポーテージのロゴがついてますので、まあちょっとしたねアクセントにもなりますという商品でございます。はい、こんな感じでねちょっと使っていきたいなと思っております。はい、あ、それと先々週にね横浜で行われてた CP プラス2015のシグマでね、まあ以前、インビテーションカードが届いたという話をしてて、でなんかそれを持っていくと何か、シグマさんからいただけるという話をさせていただいて、まあ、その紹介をしてなかったなと思ったのでここで紹介したいと思います。でシグマさんのねブースに行って、まあ何をもらったかというと写真です。2ついただいたんですけど、まずねこういう、まあ、立てかけられるやつで、でね結構ね分厚いんですよ。結構こうペラペラじゃなくて厚紙になってる。結構ねしっかりしてますよね。まあ一つがこういう写真、それからもう一つがねこういう波のね写真になっております。はい、この写真をねいただきました。ありがとうございました。はい、ちゃんとね飾らせていただいております。はい、そんな感じでございますね。はい、あとねそれから今ねこれ撮影してるのが、まあ、ルミックスの GH4 で、撮影をしておりまして、でまあ録音ね声の方は、タスカムの DR40 でね、撮っているんですけれど、でまあ GH4 っていうのはまあこれね、ルミックス GH4 で、これ確かね去年の4月ぐらいだったと思うんですね、発売されたのが。でその割にですね、いわゆるムック本ってあるじゃないですか、その専門誌、その GH4 の、まあ、解説本ですよ。で僕がこの GH4 を買った時に、まあ、当然ね、まあ、本屋さん、まあ、カメラ書籍コーナーとかね、まあ、そういったところに行って、まあ、いっぱい大体出てるじゃないですか。で探してもずっとなくて、なんでないんだろうって。だって一応多少 GH4 ってパナソニックのねフラッグシップ機なわけで、なんでそういうのが出てないのかなと思って、ずっとね不思議で不思議で、思ってて、
でようやくね先月ぐらいにこれ買ったんですよ。じゃん、 GH3 のムック本ね。 GH4 がねないんですよ。なのでまあ基本的なそのメニュー設定とか、まあ、その辺は多分そんなに変わりはないだろうということで、まあ、GH3 のねムック本は買ったんですよ。まあ、これでね一生懸命、まあ、いろいろ操作の仕方とか、あこういう設定ができるのかとか、まあ、いろいろ、まあ、見てたんですけど、まあ、そしたらねあのなんだっけ Amazon のサイトを見てたらね出てたんですよ GH4。 ついに2月15日発売だったかな。まあ、早速ねもう僕はオーダーをしてまだ届いてないんですけど、まあ、多分ね今日あたり、届くと思うんですけどね、やっと、届きます。まあ取説がねあるんでまあ言っちゃいいんですけど、まあ、やっぱりねいろんな写真とか作例とかねやっぱり見たいじゃないですか。こんな写真撮れるんだとかね、まあ、それをどういう風に設定したらいいのかとかね、まあ、そういった勉強もしたいですし、ね、ということで、やっと GH5 のね解説本が発売になったということのねお知らせでございます。今このね動画を撮っている設定のお知らせをして、今日は終わりたいなと思います。今撮ってるあの動画の設定なんですけれども、まずあの絞り値、これはね 1.4 で撮ってます。でシャッタースピードは60分の1、ISO 感度は800で、ホワイトバランスは、晴れマークのやつですね。それからのフォーマットの方はね、AVCHD の、フル HD の、60p で、まあ、撮っております。ね、画質とか色味とか、ボケ感とか、まあ、そのあたりは本当に個人の好みねよるところが非常に大きいので、まあ、動画を撮ってる人間のね、まあ、こだわりであったりとか、まあ、その辺によってね、設定というのはおのずと変わってきますので、まあ、僕はちょっと今この画質が好きで、設定をしておりますけれども、人によってはねもうちょっとホワイトバランスの色味を変えた方が、合ってるとかね、まあ、ISO 感度をもうちょっと下げた方がいいとか上げた方がいいとかね、まあ、大まかに言うと大体ほぼね、まあ、好みによってくるし、まあ、そこのところでね自分が納得できる画質で、まあ、それぞれね皆さん動画を上げてらっしゃるんだと思いますのでね、まあ、一つの参考事例となればいいかなと思いますんで、はい、ということでね、今日のところは以上ですね。はい、ではまた次の動画でお会いしたいと思います。ではさよなら。